ついに開幕。ヒロイン二人による激アツ演技バトルが楽しみすぎることについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。この話を見て誰しもが気づいたはず。黒川茜は理想の彼女のゴンゲ。キラキラ路線のアイドルとはまた違って大人路線なファタール。料理もできる茜、嫁に欲しい。これは理想の彼女。監督の母ちゃんまだ出番あるんだよな。監督ママすげえ久々なんだけど。茜ちゃんみじん切りうま。ハンバーグ美味しそう。人参ハンバーグじゃないのね。ライスエプロン姿可愛いと言いたいところだが、そのエプロンは五反田母のエプロンである。茜の料理食べたい人生だった。これで高校生はヤバいだろ。性欲あったらいくらあの過去でも耐えられないだろ。ハンバーグとか副菜とか色々作っていいお嫁さんになりそう。開始早々にニーツマ黒川茜を拝めてニヤニヤ。君が私を助けてくれたみたいに私も君を支えたい。アクア君、この子は話しちゃダメよ。美味しいご飯が食べれるのは幸せなことなんだからね。どういう心境の変化だろうな。ほんとどういった心境の変化なんだろ。こんな家庭を築いてほしいのに。茜ちゃんにはこんな感じに見えてるのね。ルビー、それより私は先輩がなんでそんな服を着てるのか状況がわからないんだけど。うわぁ、黒川茜が生きてるって感じがする。生々しい。声が神。ライバルへのイメージに悪意しかねえぞこの彼女。茜ちゃんって時折戦国部マサルの妻みたいなメンタルしてるよね。この同世代でユニークさと大人な有馬かな。好きすぎる。メルと自分の大根芝居見直してて可愛いな。 G カップグラドル来た。みなみちゃんかわ。メムチョのデフォルメちゃんと再現されてたの好き。ことぶきみなみ、やっぱりスケベ。お兄ちゃんはそんなことしない。重い重い。兄に対する信頼じゃねえからな。あいつら交尾したんだ。してへん。お兄ちゃんはそんなことしない。さすが兄のことをよくわかってるな。二人して目の星黒くなるやんか。愛のことと前世のことがあって嫌い。重曹ちゃん、鹿せんべい食べてんの？かなちゃんめっちゃ煽ってた。ぬるぬるさ言うから出てくるとは思わなかった。鴨志田チャラいな。小林さん、黒むくろの時といい鬱陶しいキャラ最高にうまいな。自分が一番下手なの自覚してる？どう見てもホラーです。本当にありがとうございました。土星論だから言い返せないメルト。想像以上に嫌なやつだった。この人は今後成長しなさそうですね。おお、ギスっとるギスっとる。実力あったら好き勝手していいわけでもないだろう。メルトいい味出してんな。感情を魚でする演技うますぎだろ。ああ、あの子胸でかかったのにな。やってらんねえ。でもやったことは偉いんだよ、メルト。ここの重曹ちゃんのキョンシー感ある服、コスプレチックで好き。メルトもメルトでトラウマ的要素を抱えてるんだよな。簡単に引っかかったけど、ガードがいてよかった。こういう時の有馬かなちゃんは頼りになる。高確率でやりきんだよ。わかってんな。ルビーの顔、マジで誰にも譲る気とかないんだな。女性に片っ端から声をかけてくる役者はろくな男じゃない、と評判悪いな。第16話で久しぶりに恋リア組見れて最高でした。とりあえずルビーと南に何もなくてよかった。意外とルビー他組一人にさせねえよ。さんとフラグ積み上がってんな。かなちゃん、差し入れのクッキー食べる？眠そうな目がキッとしてる。ルビーの闇が出てきたのとアクアの全てを背負うとする茜の目と表情がすごい気合の入った書かれ方されててよかったね。確か茜ってカナのこと好きだった気が。このカナちゃんの悪い顔好き。途中でカノコボイスになるのやめれ。おい有馬、鹿の子になってるぞ。有馬かな煽り最高に可愛い。重曹を舐める天才子役。今日の推しの子小学生見ちゃダメだろ。バカ笑いしてる重曹ちゃん可愛い。煽りかな可愛い。泣きそうな茜ちゃんも可愛い。カウンターの打ち合い。冷静な男子二人ほんと草。有馬の反撃。茜に精神的ダメージ。やっぱ有馬レスバ強いな。黒歴史掘り返してレスババトル。そういえば殺してやろうと思ってたわ。お前が噂のビジネス彼女。そ
そういや殺してやろうと思ってたわ。そんなこともあったね。我々は何を見せられているんだ。確かにガキの頃から性悪だったな。アカネは、アクアが比喩ではなく本当に復讐目的で動いている可能性を十分承知した上で、自分も本気で一緒に丸してあげるって答えてるんだよな。どういう種類かは判断に悩むが、深い深い情を抱いていることは間違いない。アクア周りの女怖すぎるんだよ。見える地雷を踏み抜く勇気。責務ってワード聞くの煉獄さん以来だわ。ただの一般人には興味ありません。まあつまりはお互いライバル視してるんだよな。でもまあ双方実力は認めてるわけでしょう。ここの剣舞作がいいね。キャラを醸し出昨夜の QR コード読み込んだらかっこいいもん目が出てくるのずるい。表情がくるくる変わる系チョロイン大好き。有馬の方が演技の執着がすごい。有馬か何黒川茜。オタクが過ぎてかっけーね。アクアと茜の距離が縮まって縮まり方怖いところもあるけど、どこかアクアも打ち解けたように茜と接してるのがめちゃくちゃ良かった。このシーン原作でもめちゃくちゃ好きでした。有馬か夏井黒川茜熱い原作で知ってるけど毎週気になるところで終わる。推しの膝見れて泣きました。ありがとうかもしだ。メルトにこんな表情させてくれて。有馬かなはやはり見た目主に胸あたりが成長しなかったのが伸びなかった理由の一つなのでは。刀向けて宣戦布告してる。姫川さんの本気が入るのか。衣装が演出やべえ。絶対に負けない。に人ともかっけえ。先週も思ってたけど、スカートで舞台演習ってどうなん。してないわけないじゃないですか。改めてアクアと姫川似てるなぁと思った。あ、そらそうよな。それはしないよな。アビコちゃん来た。自信満々で出しても没を食らう子もある。自分の認識と他人の認識は意外とずれてたりする。でも最終的に脚本家と仲良くできたからいい作品に仕上がってると思うんだけどな。ダメなんだけど、イケメンキャラの苦しむ姿、めっちゃドキドキしちゃう。ごめんだけど、俺としては、またアクアの苦しむ姿見れて感謝。最低でも面白いと思える人が二人いる。ゴアさん完全にイケメンムーブだし、そろそろこの二人のお付き合いでスピンオフが欲しい。さあ盛り上がってまいりました。芸能人も恋すればアホな女の子。え？映画？クオリティ高すぎない？うわめっちゃ可愛い子いる。 SD 作画でもすぐわかる。メムチョなんか偉い人になったみたいで気分いいね。とやらないの。もうメルト主役のスピンオフやろうよ。親の顔見てみたい。で隣の人が親って言わないあたりもしかしてメムチョって。ついに舞台東京ブレード開幕か。ドヤ顔ルビーちゃん可愛い。教えられることは教えた。ここぞとばかりにいじるかなと。恥ずかしさのあまりプルプルしちゃう茜が可愛すぎた。姫川さんもまさかこう使うとは思ってないよな。挙句の果てに二人ともダメージ入っちゃうの最高でした。メムチョ可愛すぎだろ。顔もいいが声も最高だ。監督の早熟って呼び方おもろ。かつての天才と今の天才。監督がアクアのこと早熟って呼ぶの好き。あんたとまたやるの楽しみにしてたのよ。元天才子役とは呼ばせない。原作全部読んでるけど推しのこのアニメは初めて見てる感覚なるくらい良すぎる。音楽も声優もデザインも構成も作り込まれすぎてる。有馬黒川のバチバチが舞台編をさらに盛り上げてるな。かなちゃんとやるの楽しみにしてたのよ。転生できる能力持ってる時点で普通の人間ではないと思ってはいたが、こいつの劇場は抑えられない。トラウマ自体は克服できるものじゃない。自分自身が呪いになってる。宮古さん、原作もそうだけど本当にお母さんだったんですよね。黒川茜の家庭的な一面好きだわ。だけど茜の今後の伏線になりそうな感じが出たな。アクアもまた怒りと復讐心を秘めたまま舞台へとじわじわと入ってくる。ダークサイドイヤー緊張するな。東ブレ舞台がっつり格気だなこれ。面白すぎて来週待ちきれないな。推しの子もには連続でやってくれませんか。盛り上げるだけ盛り上げていったな。よき。カナと茜は普通にいいライバル関係。羨ましいまである。
それにしても、アカネいい彼女だなぁ。付き合いたいくらい、バックナンバー買うくらいアカネ気になってたんだな。これが僕のやり方だ。ここで一人称僕のアクア、料理を作るアカネちゃん、最高で理想的な彼女すぎる。アクアって、闇深いな。アクアというかアクアの中の人、時間が経つにつれて自爆霊みたいになってんのな。アクアのトラウマシーンのホラー演出マジクソ怖いよね。いろいろあるけれども、アカネちゃんがアクアの彼女という言葉へのありまの反応が割と結構良かった。石見舞菜の香織さんが演じる黒川茜毎回120点を出してくれるので幸せです。ただただ感謝でございます。一期のキャラ総登場でがぜん盛り上がる。アクアこの 2.5 舞台のためにどんだけ寿命削ったんだろってくらいパニック発作起こしてるな。監督との稽古でもやるたび出たんだろうし、本当大塚武久さんのお芝居がリアルすぎてハラハラ心配になるわ。アクアくんの背中をさすりさすりしたい。繰り返しになりますが、エプロン姿の黒川茜さん、そのエプロンは五反田母のだから。さてさて、この舞台どんな反応するやら次回が待ちきれん。久しぶりに地上波アニメリアルタイム視聴中に鳥肌立った気がする。早く次が見たい。控え室でアクアの星がじわじわと黒く染まる演出好き。アクアの内面の変化を表してる。アクタン十分才能あると思うけどなぁ。次回いよいよ舞台開幕。楽しみ。黒川茜と有馬かながそれぞれ黒歴史をえぐってキヘド吐いてるシーンが最高。ほんと仲良しだよなぁこの二人は。鴨志田咲也のチャラおっぷり良かったよ。前回特大地雷を踏み抜いたようにアクアの事情を何も知らんけど、もし知ったら多分アカネが一緒に地獄落ちを選ぶのとは対照的に、落ちたアクアをシャバに拾い上げようとしそうなタイプだと思ってる。なんか動きや展開に時短を感じるんですけど、時間をかけることで伝わる演出あると思うんだけどな。時間制約でできないのだろうけど、もったいないシーンが多い。前半は新宿コロニーメインで、後半は渋谷コロニーとかで2話構成かな。まとめて1時間とかでも全然嬉しい。ワクワク止まらん。黒川茜と有馬かなに劇中の東京ブレードの役と重ねて対立構図まで見せる因縁の見せ方は、東京ブレードを知らないこちらとしては重いパートと軽いパートの切り替えのうまさが光っていた。茜が恋愛脳に蝕まれず思いが舞台に向いているのが好印象。天才の名をかけた茜とかなの対決がアクアのパーティー SD 以上に気になっている。開演が楽しみだ。舞台本番、来週の出来エグそうだよな。今から楽しみっすわ。舞台稽古の演出、迫力、作画がえげつなかった。得意な演技をする茜と、演技への執着が強いかな。確かに優劣つけるのは野暮ですね。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。